こんにちは、ミンクスの山口です。今日は僕のお気に入りのアイテムを10個紹介したいと思います。はい、まず一つ目はスニーカーです。もうスニーカーはとにかくもうたくさんあるんですけど、もうどれも好きなスニーカーばかりなんですけど、まあ、その中で、まあ、割と、出しやすいところにあったものを持ってきました。はい。まあ、ジョーダンも王道ですよね。エアジョーダン。エアジョーダンはもう1から僕はもう11まで、すべて持ってます。その中でも、もう11のこの、まあ、ブレッドって呼ばれる、ブラックレッドですね。ブレッドって呼ばれるモデルが、もうとにかく、かっこよくて。当時、そうですね、エアマックス95が流行った時に多分出たぐらいだと思うんですけど、この初めてこのアッパーにエナメルを、パテントレザーを、使用したっていう、この斬新な、スニーカーがすごく大ブレイクしたんですけど、これは本当に、一生大事にしたいなっていうスニーカーです。はい、続いて持ってきたのがですね、オフホワイトとエアフォースワン。特にオフホワイトが好きだってわけではないんですけど、エアフォースワンがここまで変わるんだ、かっこよくなるんだっていう、なんかもうこの辺のずらし具合とかなんかもうミヤマクワガタみたいでかっこいいんですよね。シューターも長くなって、まあ、こういうねちょっと細かいところになんか加工してやったりとか、まあ結構よく履いてるんでちょっと汚れてますけど、ね、すごくお気に入りの一足です。はい。はい、続きまして持ってきたのが、ターミネーター。これ、リューダクリスっていう、ラッパーのアーティストがいるんですけど、そのプロモーション用で、関係者のみしか、配られなかったって言われる、ちょっとマニアックな、一足になってます。DTP っていうリラクレスの、レーベルもここに書かれていて、多分持ってる人はあんまりいないんじゃないですかね。ここにもね、ちょっとロゴが入ってるんですけど、これは本当に誰にも渡したくない一足です。はい、僕のスニーカーを買った時の楽しみ方があるので、それを紹介したいと思います。はい、先日ですね、届いたんですけど、レディメイドと、ナイキのブレザー。これ本当にこうスニーカーの楽しみってこう開けてこのわかりますこのもうこの瞬間ですよね。この瞬間が楽しみで、かっこいいなーってこう眺めて、あ、かっこいいなーって言ってまた閉じて、で家帰ってまた開けてこう眺めて、だいたいこれ一週間ぐらい楽しんで、やっと履きます。僕は。それでいいです。はい、続いて、二つ目です。先ほど最初にスニーカーの紹介をしたんですけど、スニーカーがかっこよくても、ズボンがかっこ悪かったらスニーカーもかっこよく見えないので、スニーカーを着立てるためのジーンズ、パンツですね。を紹介したいと思います。例えばですね、こういう激しい加工がね、してあるデニムが大好きなんですけど、こうアメリカの国旗があったりとかね、ちょっと破れてたりとかね、こういうのはやっぱりデニムが引き立つので、まあ、スイビーってところとロンハーマンのコラボのデニムになってます。ただいきますよ。はい、バスケットシューズといったらもうバスケットチーム、もう、バスケットチームがたくさんパッチワークされてる、デニムですね。これブラバドっていうデニムなんですけど、こちらニューヨークで2年ぐらい前に買ってきたデニムです。青いのも飽きてきたので、まあ真っ黒なんですけど、まあこういう風に激しい加工がされてる、デニムですね。まあ、スニーカーがとにかくかっこよく見えるので、はい、愛用しています。はい、こちらもまあ、激しい加工がしてある。まあ、今は亡きブランドですね。MWOBHM って言うんですけど、
もうすごい細かいところにたくさん加工がしてあって、ね、もうこれだったらもう何履いてもかっこよくスニーカーが見えるので、はい、愛用してます。はい、続いて3つ目です。デジカメです。ライカっていうブランドになるんですけど、そうですね、もうライカって高くて高くて本当に手が出ないんですよ。なので、何年前だろう、もう10年ぐらい前になるんですかね、一番安いやつを買いました。僕でも手が出るぐらいの。でもやっぱりすごい、やっぱり色がいいんですよね。今の携帯に比べたら結構画質落ちるかもしれないんですけど、色々がすごく綺麗で、今でも、通ってくれてるお客さん の髪の毛たまに撮ったりとか、どこ行ったらこう景色撮ったりとか、ね、肌身離さず持ってます。はい、続いて4つ目です。イヤホンですね。コードレスの、もうコードレスのイヤホン、まあ、これ最近買ったばかりなんですけど、もうまあしょっちゅうなくすんですよね。帰ったら、家に帰ったら片方なかったりとか、よくなくすんで、まあよく買い替えるんですけど、まあ結構お気に入りです。友達のインスタグラムに出てたので、友達が携わってるブランドで、欲しいなと言って連絡して買いました。はい。なんて言うんですか、フル BK、まあ音響とコラボで出してるやつみたいですね。色がかっこよくて、こうちょっと光ってかっこいいんですよね。はい。で、音もノイズキャンセルとかできるので、愛用してます。音楽がないと生きていけないので、やっぱりファッションと音楽はリンクしてるので、僕は常にヒップホップ、レゲエ、ロック、何でも聴くんですけど、はい。たまにあいみょんも聴きます。イヤホンでした。目尻です。ルイ・ヴィトンの青いモノグラムの目尻入れになってます。ちょっと前までね、僕結構フリスクみたいなケースのプラスチックの何でもないような名刺で使ってたんですけど、まあやっぱりこういうちょっとこうチャラチャラした格好をしてるので、まあ名刺入れぐらいは大人と大人の挨拶なので、ちゃんとしたものを使おうと思って、愛用してます。